昭和のワンキー、ラブトター、301回目。<laughs> 回目 <laughs> もう、ぐっちゃぐちゃ。もうね、<laughs> 終わってからもう二人で大爆笑。お口,<笑>お口がカオスなんだね、今。<laughs> 本当に。<laughs> 本当にどこ行っちゃってんだろうね、今。<ん>ハワイじゃないよ、きっと。ハワイじゃない,、はい。ハワイじゃない。どっ,どっか行ってる。<laughs> 昭和かな 昭和に,に言ったんだね。なんでその話になったんだっけ、今。<laughs> あ,のあさみさんが番組終わってから、うん、あ、そういえばハワイにブラサタの痕跡を残してくればよかった<ー>って言い出して。そうだブラサタの痕跡って何よって言った話が、神ミスマ参上って書いてくればよかったじゃないって。<laughs> あの、なんか。昭和、昭和 <laughs> もうボロボロ,ですボロ,ボロだ <laughs> あのスプレーでね昭和,昭和のヤンキーみたいにさ、うん、って言ったらさみ、うん、さんがいや私そ昭和のマンキーじゃないか <laughs> <laughs> しつかもそれね2回ぐらい言い直したから、ね、<laughs> <laughs> 昭,和昭和のね <laughs>、ま、いや言い直しても言えなかった <laughs> 言っも言えての <laughs> お二人で爆笑っていう <laughs> いやもう本当に何だろうねこの髪っぷりが本当にいやハワイだな <laughs> いやまだお口がハワイだ <laughs> アロハだね本当にいや浮かれてるね <laughs> じゃ皆さんからもいただいてます、はいうん えー、ラジオネットつまよう、快速あさみさんが、みっちゃんあさみさん、ラブサタリスナーの皆様、こんにちは。今日は3月11日ですね。うん、東北の震災から6年、震災関連でお亡くなりになられた方々、ご冥福をお祈りします。2011年3月11日は金曜日でした。あの日の記憶はまだ鮮明に残っています。忘れちゃいけませんね。えー、前回のラブサタ、シュック300回だというのに、入りが、わーいから、さすが、みっちゃんあさみさん、おみそれしました。あと、あさみさん、 次回「ぶらさた祭り」にあさみさんの戦隊もの好きのお友達連れてきてください、うん、海賊あさみも自分が好きな戦隊8戦隊ほど DVD ボックスを持っております <laughs> ラジオネームただの勇者拓蔵さんと3人で、えー、祭り終了後に戦隊トークを繰り広げたいと思いますご協力よろしくお願いいたします <laughs> ということで <laughs> そう勇者拓蔵さんもね、うん、ぜひあさみさんとお話ししたいですっていうすごいコアな、ね、<あ>メッセージもいただきましたあそうなんだ いただいてますので<う>ね二回目やりたいねブラザータマツやりたいねそうあのねメッセージがもう今日もねたくさん来ててな実はねサナベーからも来てたのよ<う> <laughs> あのもう本当に読み切れきれなくて でも本当に3時間欲しいねって3時間でちょうどいいぐらいだよねいやもう本当にやりたい「ブラサタ特番」ね本当んとだねえそこそやりたいねやりたかったねえいいセージやってたしねえそうだねえ「絆ステーション」だから今日はそうだ絆ステーションだったええ田辺がね今日岩手でねライブするんですよ 盛岡市でフォーク酒場を経営しており、うん、そこでワンマン鎮魂、えー、ライブを行うため、うんえー、先ほど岩手県に向かって出発したところで電車の中で聞いてますという、ね、メッセージいただいたんですけどね、うん、いや素敵なライブになるといいなそうだねうん、うん、ねもうサナもねやっぱ地元がそうだよ、ね、いろいろねい、うん、震災にあって大変だったと思うんですけどそういうの抱えながらそう ね、それと前向きにこうやって、うん、あの発信してるっていうすごいエネルギー持った人ですよね。本当にさ毎回思うけどおさらちゃんのエネルギーそうなのパワーがね光を持ってるねいや彼女は本当だね、うん、周りを本当にあったかい気持ちにさせるパワーを持ってるし、うんね、素晴らしいタイミングだね。<laughs> っ <laughs> ちゃいけないんだけど、<laughs> まさしく本当にシャイニングなんだよね、うん。本当に輝いてる。<laughs> いやね、<敵>またぜひねぶらさたにも遊びに来てほしいね。そうだね。うん、ええー、そして皆さんからいただいてます。はい。 ゆめ、えー、ずきんちゃんが、うんえー「最後に流れたスタートライン、うん、先週バックナンバーの清水優里さんが絶賛してちょっと歌ってたからタイムリーな曲で嬉しかったです」うんえー「ラブサタ放送300回達成おめでとうございます」ですが、うん、皆さんも思ったことでしょうあさみさんの「最近のアナウンサー噛むよね」発言そしてさらに終了間際にパッツンを間違えてプッツン。うんうん <laughs> 前髪どころか首ちょんぱされると <laughs>、えー、ブラデミー賞発表前にとんでもないものをぶっこんできましたね、うん、美智子お姉様には同じことを何度も聞くとやさぐれられるので、うん、しっかりメモを取ってお仕事を覚えようと思いました <laughs> さあ今年のブラデミー賞何が選ばれるのか、うん、そして400回目目指してこれからも頑張ってくださいということで、うん、<laughs> ありがとうございます先週もすごかったねやっぱり思ったか思うでしょうそれは思うよね <laughs> どの口が言う言って思うよね。<laughs> でもね、本当に最近のアナウンサー噛むから、<laughs> あの、いつだったかな <laughs> つい先日のね、うん、NHK の朝のニュースもね、え,ー、え ?3 回ぐらい噛んでると思いながら見てましたよ。<laughs> 負けてられないね、さんねあかに。負けられない。昭和のれないやってる場世界がここにはあるね。<laughs> <laughs> <laughs> えー、ラリオさんが、はいえー「放送お疲れ様でしたふと思い出したのですが、うん、去年思いつきで始まりかけた世界エロいさんどうなりましたか?」なんだよね「日々の虚無感へ平へいぼんぼんだ毎日繰り返すだけの毎日何かが足りない退屈な日常から抜け出したいこのモヤモヤした気持ちは何なんだろうそうだエロいさんだ!」と気づきました。<laughs> 突発的に勝手に送りつけても大丈夫ですか別にラブサタ解禁書を取りたいけどネタがないからってわけじゃないですよ <laughs>。<laughs> 時にあさみさん、うん、机の角と言った時の、うん、あの妖艶な口調が今でも頭から離れません。今一度お聞かせください。うん、仕事のやる気が倍増します <laughs>。<laughs> 机の角 <laughs> <laughs> あ。あ今かけたかったね。 リバーブをかけたかあもう無理でしょだって <laughs> もう設定がいろいろ大変だからそれ <laughs> いきなりできないからななんとなくフェイドアウトしたよねそうなの、うん、なんか自然にあの自精神が働いて <laughs> <laughs> だったら始めるなよって話なんだけど <laughs> 始まるかなって思ったんだけどそうなんだよね自精神が働いちゃったなんで働いちゃったんだろうね <laughs> 意外とね、<laughs> うん、濃いやつが来るからみんな。<laughs> そうなんだよね。え、どうなんだこの YouTube はどこまでいいんだろうね。<laughs> そうね。うん、まあ一応、いやでもほら、まっすぐすぎるのはあんまりなのよ。うん、あ、そうそうそ,うそれこそ,、ねそう、机の角みたいな。うんうん だいぶオブラードに進んだそうそうそう一見聞いたら、うん、なんてことない言葉がっていう,い、うんうん、そ,うそこがねポイントなんだよねだから意外とストレートなのが来ちゃうから、うん、これは読めないんだよなって言ってどんどん自制心がなかなかねできなかった。 まあ、それもいいのかな微妙なところだけどね。あの曲の歌詞とかでさ。桑田さんの世界観とか結構あるじゃん。<ー>そういう。あるね。恋人も濡れる街角とかさ。<laughs> ここまでいっちゃうみたいな、ね。そう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 ,そう。うん、まあ一回それはクレームが来たらね。<laughs> 曲でそれはだっていう話放送でね時間帯もあったからちょっと夕方っていうのはよくなかったね,そうね、うん、子供たちが聞いてる時間帯にいかがわしいっていうねクレーしたでおりのねお言葉をいただいたからその一ほ言でねあっという間にねコーナーがなくなりましたよでもほら助けられたよもう何かねそのコーナーを続けてたら、うんうん、何かがもっと大きな事件が起きてたかもしれないからかね。<laughs> <laughs> そうだねもう伝説のコーナーになっちゃったからね, <laughs> ねまあだからある意味良かったかもね伝説となってそうね、うん、だからラブサターまあいいですよあの本当に思いつきでね送りつけていただいて大丈夫です、うん、読むか読まないかは、まあ、こ,らこっちのさじ加減でね <laughs> 判断するだだけなのでませていただくんでで、ね、キャンサーキャンサーさんがね、うん、皆さんにお詫びを言いたくてラブサタにもメールします、うん、今日のテーマ東日本大震災との関連を思えばとても重要で真面目に考えなければならないことなのに、うん、私が送った内容不真面目極まりないものでしたリスナーの皆さんやパーソナリティのお二人に不愉快な気分にさせてしまったのではないかと思うと、うん、お詫びの気持ちでいっぱいですこれからは KY にならないように注意したいと思いますということで全然大丈夫だよ全然大丈夫 <laughs> 優しいい気遣をされる方でうん。全然そんなこと思ってないしむしろ私たちはどちらかというとそこにばかり注目しないで全体的に助けられたことっていうそうだね意味で考えてたからこういうメッセージが来てくれた方がありがたたかっみんなに笑顔になってほしいっていうのが大前提にあるんでね。本当に り合いいいだななななとかかっってないなって思うものは読まないからそうそうそう,そう,そう,そう私たちが読んだっていうことは全然大丈夫って思っていただいて、うんはい、全然大丈夫です、ね、あ読みながら普通に「ふつり合い」というか「あれこれ読んでいいのかな」っていう時はね <laughs> ふわーっとフェードアウトするから<そう> <laughs> <laughs> ふわーって <laughs> いや今日ねシンディー・ローパーの曲を十時台にかけたんですけど <laughs> タタイイムアよタタ。 過去ねお仕事でねちょっと打ち上げの際にね、うん、偉い方とね一緒にい時にね<う>歌ったんですけどね、うん、だからね褒められたんだよね君のシンディいいね」って言われたんですよドラムの発音がいいって言われた <laughs> そこっていう <laughs> すごいポイントをつかれて <laughs> ドラムのドラムの,ドラムの発音そう発音がいいねって言われてあるかなあるのラムっていうそう <laughs> さすが先生は違うな。<laughs> ティーチャー違ったな今いやねでもねちょっとハワイに行ってねなかなかこう難しいねやっぱり生きてる英語をこう喋って聞くっていうのがねでもイギリスよりは分かりやすかったイギリスは本当に全然分かんなかった言ってることがやっぱ違うね全然違うイギリス英語単語とかも違うしセーターとかもジャンパーって言ったりとかするしそうなんだそうそうあらららら 難しかったイギリス英語はえハワイは割と日本語喋れるさショップ店員の方多いから結構でなんか三名みたいな「キッズの水いる?」みたいな「いやれいるいる」っていうもうだってさグアムとかだったらほぼ日本語で通じるもんねいけるよね日本人の多さたるやもびっくりしたハワイだよねうんショップの店員さんで大体1人はいる日本人って思うと まあ日本人は行きやすいんだなって、うん、すれ違う人すれ違う人日本人だらけで <laughs> 本当にあんまり外国にいる気にならないね,なでねお茶したそのカフェが、うん、全部日本人だったの <laughs> あれ気づいたここ日本人しかいないみたいな <laughs> すごいね<う>ある意味それもすごいなすごかったでもすごいお気に入りのお店ができちゃった <laughs> ハワイに。 ああもうだって神だカミスマ参上だからカミスマ貼ればよかったなそこカミスマ参上って貼ってもらえばよかった <laughs> ブラサダステッカーでそうね、うん、そうだよ貼ってくださいねってステッカーに神「カミスマ参上」っていう <laughs> そうね確かにあのねハワイの,、うん、あのカラカンワ通りをちょっとね外れたところにあるんですけど、うん あのねブリスっていうお店でショップで、うん、そこの店員さんは全員日本人の女性なんですけどねそ、えー、そうそう,そうすっごい可愛いのまあ男性ものに、ね、T シャツぐらいしかないんですけどうん、うん、もうね T シャツがすごい可愛くて買っちゃいましたよ<ら>家族全員おる <laughs> まい、あ、若干ちょっとデザイン違うんですけど色とかあの完全なおそいじゃないけど、うん、ちょっと浮かれちゃうって言って。<laughs> かわいい、なんか。あんまりあさみさんのそういうのないから。ないんだけど、ね、ハワイがやっぱそうさせるんだね。<laughs> だいぶ浮かれたね。<laughs> 見たげな浮かれてるやつ。店員さんがね、うまいのよ、乗せるのがやっぱ。でもね、確かにかわいい T シャツで。あの、今ね、ハワイってすごい、まあ、ハワイってもともとパイナップル有名で、パイナップルのマークとか結構多いんだけどだ、ね。クッキーとかもある。そう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 。今、ほら。 ピコ太郎がさ「うん」で「パイナップル」って言ってるでしょあれでさらにパイナップル人気が熱を上げてねハワイで,ワイでそういう影響もあるらしくて今すごいのもうパイナップルだらけデザインが <laughs> すごいねこれもパイナップルこれもパイナップルだねっていうそれでもう完全にかパイナップルかぶりになっちゃったかぶれになっちゃった <laughs> かぶりっていう確 すっっ可愛かったでもブリスってお店は、うんあのね、竹山さんとか来てたカンニングのあとねあのモデルの、うんえー、押し切り萌えちゃんとかが来てて取材も入ってるんだってこれから日本のテレビのすごいねじゃ<う>じゃあ見れるかもしれないんだねどっかのテレビ番組そうでも日本にはないんだよね、うん、あのハワイにしかないお店だから。うん あのなかなか商品をね買うには送料っていうお金がか、うんね、か,かってきちゃうんですけど海を越えなきゃいけないからね,そうなんだよねえでもなんかネットでも買えますよとは言われたけどね、うん、いやすごい可愛いのよいやーちょっとその浮かれた写真を外で<う>い,、ね、いやだいぶき日うねお口が浮かれすぎて、うん、そうでみっちゃんもねめっちゃ可愛いいスヌーピーのお店があって。<laughs> もうね ステッカーがね、あとでブログにあげるね。めっちゃくちゃかわいいから。ハワイ限定だからね、あのスヌーピー。かわいい。焼けてるでしょ、スヌーピー。そう、焼けてる。そう、焼けしたスヌーピーなの。ハワイのスヌーピー。それこそ T シャツ欲しかったなだから言ったのにさでもだってサイズ感が分かんないからさ怖いじゃない、T シャツって。言ってくれれば私着たのに。私着てこんな感じっていうの遅れたじゃん。 こんな感じって今手を広げたらさびさんが面白かったけどすごい可愛いんだよね<え>、うん、まああのステッカーはじゃあ写真アップしますそうだねねぜひみちゃんが欲しそうなものをね写真撮ってこれなんだろこれなんだろ欲しいものあるみたいなね <laughs> なんかパッて開けたら、うん、え12とか書いてあるけどライン e って思 なんだろうとか思ったそうそうそうそれだったすごいかったやっはだってもうハワイにしかないからさ帰ってきちゃったらもう後悔するかなと思って感謝でしたありがとうねね。ステッカーのリクエストがあったんで買いましたけどねそうステッカーしましたそうなんやーハワイは楽しかっただいぶ暑かったけどそうだよねなんかもうね今日来て寒い寒い言ってあさみさんがええ寒い寒い天国の海ってとこにも行ってね世界一になったのそのビーチ 天国の海。でね、そこであのちょっとこう降りて、あ,うん、あのね、サンドバーって言って、浅瀬になるんだよね。うん、あの潮が引くと、うんだけ、だから膝、まあ膝じゃない、なだいぶももぐらいまで来てたな。う<わ>そう、でね,ね、そこにね、あのウミガメがいたんですよ。え本物。本物。本物って何を。<laughs> いや、なんかあんまりウミガメって出会えない。じゃないそう、出会えない。<laughs> うん、でも本、ね、あのウミガメって、いや、あの神様。 海のね神様って言われててね幸運のあれかカメそうそうそうで見るとすごい幸せになれるから願い事を叶えると願いが叶うって言われてるんだってハワイででもみんなねカメを見つけることに必死で見つかった瞬間にもう願い事なんか忘れちゃうんだよね吹っ飛んじゃうのねもう「カメ出てこいカメ出てこい」で終わっちゃうのでもねちょっとね写ったの写真にだからあげますねそれフェイスブックに みんなの願いをね、込めましょう、その写真にねいやちょっといろいろハワイの話したいんだけどねそう何気にもいい時間なんですよ時間もね、今日測ってないっていうねそうなの気づいた大問題もうメッセージ読みたかったな全部本当に素敵なメッセージが今日多くていやでもね、あさみさんがね、いい、いいねそうなんです噛むっていうね、お気に入りだったのでねだから今日最後は噛まないでうん お互いむ… <laughs> <laughs> 嘘でしょふりじゃないよ今の私 <laughs> お互い様の世界がラブサタにはあります。